Spinner。J-Wave Innovation World Ella Podcast from the Next Ella。真鍋大斗がナビゲートしています。イノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。From the Next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは Perfume です。カシウカです。ノッチです。あーちゃんです。3人合わせて Perfume です。はい、どうも、はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、リモート対談初どころかリモートで話すのが初です。そうだっけ。あ、そうだそうだかね。てか今年入って話すのは初ではないですね。そんなことないと思う。違いました。はい、それは違いましたね。はい、失礼しました。でもライブありましたね。ライブありましたね。そうでした。ありました、はい、ありました。失礼しました、はい、でも、はい、自粛期間中は特に何も僕はなくっていう感じだったんで、うんうん、そうですね。こっちが一方的に見てました。いろんなの。いやいや、ご無沙汰しております。元気ですか？僕は本当に元気になりました。元気になりました、なんか元気なかったの？なんかすごいとんでもない生活してたなと思って、自粛前は、なんで睡眠時間とかも普通に6時間とか眠れるようになったので、うん、まあ良かったこともまあありましたけど、人間らしい生活になったんですね。すごく人間らしい生活に、はい、なりました。健康になったと思います。よかったよ、はい、よかった。 3人もあれですか、ツアーが終わってからはもうずっと自粛生活なんでしたっけ？ラジオとかリモートでやったりとかっていうぐらいですか？そうですね、基本的にラジオもリモートで、はい、雑誌の連載とかもリモートでやらせてもらって、うんうん、全く会うことがなかったですね。3人活動始まって以来すごく珍しいんじゃないですか？どうでしょう、あーちゃん。初めてでしたね。2ヶ月半ぐらい会ってなかったから、うんうん、自分がパフュームであるってことももう危うく忘れそうになるっていうか。それは危ういですね。それは忘れないでください。だから DVD とか見たりして自分の、はい、うん、だからすごい新鮮でしたね。みんな同じだと思うんですけどね。運動する量とか普段より減るじゃないですか。どうされるんですか？それ突っ込んだ話してますけど、足湯か。やっぱり家の中だと下に響くこと考えて思いっきりは動けないんですけど、うん、それなりに工夫して汗をかくようにしてました、はい、あーちゃんあれだよね、自分の DVD 見て踊ったりしてたんだっけ？うん、踊ってた。一日一曲みたいな感じで、はい、昔の歌とかをダンス踊ったりして、はい、最近ライブでやってない曲とかもう振りわかんなそう。でもすぐ思い出せるもんですか？いや、それがまあ思い出せはするんだけど、うん、やっぱ2人とのカノンみたいにトントントンとかなってるんで、自分のリズムだけでしかなんとなく体に入ってないし、でも視界の中で2人が動いてるのを感じながら動いてるから、そういうカノンとかのダンスがもう全然踊れなくなるんですよ、1人だと。必死でした。のっちさんは大丈夫だって。ゲームですか、ずっと？私もそうですね。なんか基本的に家にいるのが苦ではないので、はい、ゲームしたり動画を見たりとか、見てなかったドラマとかアニメとかずっと見てました。忙しかったです。忙しかった。僕もダンスレッスンはリモートでやったりとかして、今再生が終わって。ダンスレッスン、はい、リモートってどうやってやるんですか？リモートのソフト使って先生の映像を見ながらやって、うんうんうん、で最近やっとディスタンスをキープしてマスクしてっていうので、リアルスペースでちょっとずつ少人数で、まあ、今日もレーザービーム軽く踊ってきましたけど。すごいじゃん。今日も嘘。めちゃくちゃ難しいですね、あの曲は。そんなことないですよ。今でも細かいのかな、裏取りとか入ってくるから。そうですね。そうだね、うん、アクセントとか、ストレートかカタタ
タだもんね。タタタタタあんあんあんみたいなところ。急に裏取りになるところ。そこがあんのね。確かに確かに。めちゃくちゃ難しいですよね。誰も今までできてません。誰もって何？未だ誰もみたいな。サークルメンバー、ダンサークルメンバーはあのね、ウェーブが入ってきたりとかするんで、日一とののとことか。そうですね。いや、あと最近だとやっぱり演出で映像とか照明とかやるじゃないですか。はい、で昔の見るとすごい音に合わせていろいろやってるんですよ。あんまり振り付けのこと分かってないので。でもやっぱ最近とか踊りも体に入りつつあるので体に入りつつ、はい、本当に皆さんインスタ見てほしいです。ダイトさんの、はい、これを聞いた上で、はい、新しいエンターテインメントだよね本当にマジで、ね、でも本当にね役に立ってるのと、やっぱ振り付けとダンスが本当に面白いなっていうのを、ね、もう改めてね、うん、思うので、皆さんもぜひ振りコピをしてほしいなっていうふうに思うんですけど、あの楽しみ方が本当にすごい広がるので、でちょっと台本に戻りますけど、一番最初の出会いというか、うん、はい、まあ、一番最初って覚えてますか？超覚えてますよ。覚えてます。我々が登場した時、私、はい、多分2人と別で会ってて、はい、あの関一明監督と、うん、あの私の Perfume の前のマネージャーと一緒になんかいる時に、ダイトさん酔っ払ってやってきたんですよ。そのマネージャーの家にジュースみたいな感じで、俺こんなんやってんすよとか言って、なんかパリ なんかヨーロッパのなんか街並みにマッピングしたやつをなんか見せてくれたんですよ。ニュージーランドですかね、多分ね。あ、ニュージーランドか、うん、これ俺がやったんですよ、これすごくないですかみたいな、こんなん俺できるんですよみたいな。オラオラ度数が半端じゃないですね。言ってて、はい、あすごいこの人すごい人だって思ってたら、次会った時はなんか、あこんにちはみたいな、すごいこう、それがすごいこうキャラクターが。そうですね、今でも多分お酒飲んでないとそうだと思います。すごいもう真面目だし。あそうでした、それ思い出しましたね。僕2009年にそのなんかプロジェクションとかを、プロジェクションマッピングとか、まあ、海外のチームとやってて、でなんか日本のエンタメでもそういうことやりたいっていうのをずっと思ってて、でなんか Perfume で やれたらすごいよねみたいな話は当時、まあ、みんなで結構してたんですよね。だから多分猛烈にプレゼンしてたんだと思います。本人に会えるチャンスだ。そうそうそう、すごくあの恥ずかしいあの話ですけ ど、 な、 どえなんで知ってたんですかその Perfume は。いやでも僕はもう本当スイートドーナツ時代からですよ。やばいよ。まあ、学校で結構流行ってたんですよ。2002、2003ぐらいかな、まあ、クリスマスパーティーとかやるじゃないですか学食で、はい、うんうん、でそうするとなんかスイートドーナツがかかってるみたいな学校でしたね。だからなんか握手しに行ってる人とか結構いましたよ。だからファンクラブの番号がすごい若い人とか、まあ、信じられないです本当に。登山と言ってもいいかもしれないですね。今となってはもしかすると面白そうですね。立派な立派な、うん、そうですね。そうですね、まあ、怒られるかもしれないですけど、これ。いや嬉しいな。僕らもともとやっぱ劇場の仕事だったので、そコンテンポラリーダンスの仕事をずっとやってて、うん、で、まあ、それにみきこ先生を一回招待して見てもらったりとか、それも2008か9年ぐらいですけど、うん、よかったらこんなん使ってみませんかみたいな感じで。その時先生の反応どんなんだったんですか？あんまりなかったですね。作品に対しては結構あの面白がってくれたんですけど、うん、まあ、僕が担当しているテックに関してはあんまなかったですね。なんかね、言われてすごい覚えてるのは、コンテンポラリーダンスがそのアートの作品って何かやってるところを皆さんが、まあ、
覗き見するというか見てる感じだけど、まあ、エンタメは もっとなんかお客さんの方向いてやるっていうのがあって、はいはいはい、だからまあそういう技術使うとしたらどういう使い方がいいですかねみたいな話はしていて、確かにまあなんかすごい実験道場じゃないですけど、うんうんうん、かなり実験的なことやってたので、うん、なんかそれをエンタメにするっていうのはまだなんかちょっと壁があるというか少し距離があったのかなというふうに思いますけど、で、まあ、ドームの時に多分そういうことをいろいろ初めて実験させてもらったっていう、でその次のお仕事がレーザービームだったんですよ。なあの僕、うん、あのミュージックビデオ PV に入ってもらったんですよね。そうなんです、うん、そうだ、これはライゾマとか僕らのとやったプロジェクトで、これは思い出深い、おはすごい大変だったっていうのをちょっと伺っても、あーちゃんからいいですか？いっぱいあるよな。カンヌでやったスペンディングはやっぱりすごい印象的でした、うん、私もパッと浮かんだ。僕ね、あれは僕もそうですね、大変だったからですかね、やっぱり2010なんかリハもできなかったよね。そうそう、会場の本番のステージでリハできなかったんだよね。監督がいろんなそのあちらの方たちがもうステージ上にこうやって出てこられてるのに、内山監督が最後のギリギリまで床を這いつくばっていろんな印つけたりしててホテルのロビーみたいなホールみたいなとこ借りてリハーサルして、レストランでリハーサルやってましたね。レストランだった、うんうんうん、まあ、そもそもライブをする人たちなんていないじゃないですか、まあ、トークのイベントをの中でサプライズで、うん、まあ、出て、しかも設営時間が15分みたいなチャレンジだったので、うん、終わった後3人がすごいあーって本当に安堵してる様子を見て、もっと楽にいろいろやれないといかんなっていう風になんか思ったんですけどね。いやめちゃめちゃ楽しかった、うん、自分たちでは思いつかないことをたくさんやらせてもらって、はい、実験的なことに挑戦できる安心感はダイトさんたちがいるからだなってすごい思いますね。もうサウスバイサウスウェストのストーリーも強烈でしたね。そうですね、あれ結構強烈だったなって。なんか本番前のそのリハーサルも朝の7時ぐらいにリハーサルして、前日かなんかの、はい、でその次の日の夜にやるんだけどみたいな、その控える場所ももちろんなかったから、はい、車でギリギリまでいて、でなんか気合い入れだけ外でちょっとやったらもうすぐ出るんだけど、出るその舞台の裏がカーテンっていうか布だけみたいな2個ぐらい小上がりしたらステージみたいな。であとやっぱお客さんとの距離がもうすごく近いのと、うん、えげつなかったですよね。えげつなかったですよね。えげつない近さでしたよね。もう普通に手かけてたもんね、ステージにもう足触りに来てたもん飲み物のピンとか置いて、うん、だからもうこっちも触りに行くぐらいの感覚でやってたけど、でもあれがなんか生中継されてる映像をまた後から見た時に、うん、もう震えるような、なんかもううわすごいことやったんだなっていうなんか誰も見たことがないでしょっていう、こうなんかこう見てってこう思えるような、なんか自分たちと大地さんとのなんか熱いこうやり合いみたいなのが、なんか本当終わった後すっごい緊張してるから、こうめちゃくちゃあ終わったんだってなるんだけど、このなんか緩急っていうか心の緩急っていうか、あれが本当やめられんなってこうなるようになったのは、本当ダイトさんたちとやるようになってからですね。なんかやりきったみたいな、あれはやりきりましたね、本当に、うん、あれすごかったですね本当。アウェーに行って結構いろいろ仕込んでやるみたいな、まあ、いや超アウェイです、超アウェイですよね、超アウェイですもう行ったこともないですし本当にあちらの方々も知らないでしょうし、うん、けどそれがね、あそこまでの多くの人になんかこう目に留まるようなきっかけになったのは本当にダイトさんたちのおかげだと思いますね。いやいや本当に僕らもああいうね貴重な機会をいただいて、しかもねいい形で、ね、最高でしたね。じゃあこの後も Perfume の皆さんと一緒にエンターテインメントの可能性を広げていきたいと思います。真鍋大斗がナビゲートしていますイノベーションワールドエラ、
今回はパフュームのあーちゃんさん、かしゆかさん、のちさんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではちょっと改めて自己紹介をいただいてもいいですか。はい、かしゆかです。のちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。パチパチパチ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ゆっくりする時間とかも多かったんじゃないですか。めちゃくちゃ多かったです。うん、なんか料理したりとか、自宅でできること、Perfumeの DVD 見て。踊ったりとか歌ったりとか、あと自分の MC で泣いたりとか二人との昔の写真を見返して、はい、ああこんな時もあったなって思い返したり、そういう。え、ダイトさん何するの家で。まだゲームやってますね。今はやっぱりまだゲームゲーム、まあ、結構やっ対戦系ストリートファイター5戦ってるんですか。僕とノッチの唯一のつながりは、はい、私との、はい、ゲームなんで唯一じゃないでしょ。唯一じゃないですけど唯一のつながり。私やめて。確かにストリートファイターやってて、あのなんかフレンドなんですよね、うん、一応。そう、あ、そうなの。うん、でも一回も対戦したことない。そうなんです。してよ。やってよ。やんなよ、暇でしょ。はい。やんなよ。あれは精神力がタフじゃないと結構できないので、負けると悔しいじゃないですか、すごい。あ、でそういう負けるのに慣れないと結構難しくて、うん、僕ゲームで負けるともう悔しくて、はい、すぐに心が折れてしまうのでえ、負けたらどうなるんですか。負けたら腕立て始めて怒りのエネルギーで腕立てしていいですね、それは。面白い。え、のっちはやって負けたらどうなるの、うん、負けたらもう心本当にボキッて折れちゃってそれで一回ちょっと今日はやめとこうかな、また気分が乗ったらやる。あ、そうなんだ。違うことに切り替えるんだ、うん、そう。まあ、でもそういうのに関してはタフなイメージあるな、のっちは。うん、なんか同時進行でいろんなことするしね。ラジオを聞きながらテレビ見ながら携帯で YouTube 見るみたいな。え、見てた？見てたよね。いや、だからタフなイメージある、うん、回避しながらやってんだろうね、その。ああ、気持ちをこういろいろ向けながら。そうそうそう。今はあれです、今もやってますか、その自粛期間中に。あの対戦とか、うん、なんか。あつ森は3人ともやってます。そうですよ。あのファンクラブで動画出したりとか、うん、YouTube でその5分だけ、はい、動画作ってもらったりとか。うんうんうん。かしゆかはかしゆかさんは聞こえてるよ、聞こえてるよ。え、なんで言い直したの。いや、あのいいよ、かしゆかだよ。かしゆかでいいですか。じゃあいいですよ、はい、何年の付き合いなの。失礼しました。難しいですね、この距離感ね。かしゆかはじゃあお家で。私も後回しにしてた本読んだりとか、うん、パズルしたり、家で長時間いないとできないことっていうのやってましたね、うん、そのアニメ一気見とか。うん、パズルって ジグソーですか。そうです、ジグソーパズル1000ピース昔ハマってて、ね、それちょっと手つけてなかったの溜まってたんで、この家にずっといなきゃいけないっていう時間にやってみようと思って2つやりました、うん、すごいよね1000ピース。散らかったものを型にはめていくみたいな心地よさです。あのちょっとわかんないんですけどね。あのちょっとわかんないです、すいません。はい、これを機会にやってみたいと思います。あー、面白い。はい、これライブ、うん、このあとねどういう状態で。 Perfumeとかそれこそ今までもね、まあ、リアルと配信っていうのがほとんどですけど、ね、年末のイベントとかでも配信もいっぱいやってるから、はい、なんか いろいろやりようもね、うん、たくさんあるよなっていうふうには思うんですけど、
本当下手したらお客さん入れないでみたいな感じがね続いていきそうですよね。なんか思うことあります？そうですよね。なんかお客さんと一緒に紅葉していく、うん、でなんか空気がどんどん変わっていって、うん、こうなんか自分がなんかこう入り込んでいくっていうか、その一部っていうか、でそれがなんかライブのいいところだと思うんですけど、うん、無観客ライブって言われるとちょっとなんかライブの定義ってなんだろうとか思っちゃうけど、実際自分たちがこれまでやってきたことって無観客ライブだよなっていうのは、なんかそういうふうに言われるとクールに感じるけど、うん、でもそういったこう配信でできる、うん、バーチャルというかそういう中でできることってずっとやってきたことでもあると思うから、 そうですね、うん、そこがなんかこうその温度差なくしたいなとは思います。無観客ライブっていう言葉のクールさと自分たちがこれまでやってきた配信のことって一緒のはずなんだけど、なんか同じには感じないっていうか、うん、別物だなってなんかこう感じちゃうところを、自分たち の, このこれから の, その配信というか、まあできることの中でその価値観を変えたいなと思いますね。もっとあったかいもんだし、もっとこう熱くなるものなんだよっていうことをなんか伝えたいなと思いますね、うん、お客さんもあとはまあ見るだけじゃなくて、例えば今までもそのカンヌンの時とかもねそうでしたけど、うん、やっぱあれは初めてその日本にいる人たちも応援できるようにっていうのでツイッターでタグつけたらそれが本人の体に、うん、メンバーの体にプロジェクションされるとか、なんかそう参加をどうやって参加するかみたいなこととかも結構今までもやってきてるから、まあ、こういう時期になって改めてなんか早い段階からやってたなっていうふうにも思ったんですけど、でもその 5G の、うん、あのニューヨークとロンドンと東京でつないだの、はい、あれ3年前ぐらいですか？17年だったよ。17年ですね。ちょっと早くやりすぎちゃったみたい。うん、ちょっと早すぎて全然響いてないっていうかみんな知らないって感じで3カ所離れて、まあ、ニューヨーク、東京、ロンドン3カ所でライブやってて、うん、今の言ったらそのリモートライブみたいな感じじゃないですか今の、はい、うんうん、だけどやっぱ当時その長方形の映像を3つ並べたりとかするだけだと、うん、まあ、面白くならないなと思って、うんうんうん、いろんな合成のパターンを考えて、であたかも3人が同じ場所にいるかのようにみたいなことをなんかやってて、うん、で今こういうリモートでライブやられる人たちがまあ増えてきたと思うんですけど、でもやっぱりなんかね結構その長方形がまだ並んでるものが多かったりとか、うんうん、あのライブはすごく先に行ってて、で行き過ぎてて同じように元の映像がその長方形の映像だっていうことがもうあんまり分かんないぐらいエフェクトかけちゃってるので、うんうん、あなんか3人で一つの体になってたもんね、うんうん、あれとかもノウハウとかをうまい形で公開できたらなんかいいのになとかって変わるかもしれないですね、うん、なんかそういう表現をそのこういう状況になったからこそやってる人たちたくさんいると思うんですけど、うん、自分たちはこういう風な状況になる前からこういうことに挑戦して、うん、こういう風な表現をもともとしてたっていうものとしての、うん、なんか新しい見せ方がまた提案できたらかっこいいなと思うんですけどね。そうですね、本当に勝手妄想してますけどね、うん、我々は、なんか花江くんが変な、うん、変なって言っちゃいけないな、花江くんがすごい変ではないですっていうか、あすごい面白いこと考えるなと思ってなんか、うん、あの見てたんですけど、やっぱそう今完全無観客だったり配信だったりして、うん、でまあゴールはお客さんが全員入ってる状態、はい、でその中間はお客さんは会場にいるけど動けないか、とにかく大声上げたりはできない、静かにしてる感じですね、うん、静かにしないといけないっていうので、それじゃダメだというので、うん、なんかマスク作ってて、でマスクの中にマイクが入ってて、でなんかささやき声でもその飛沫出さないぐらいのみたいなのでもそ声を認識してかっこいいね
みたいなのをささやくとそれが画面に出てくるとか、スピーカーからよかった耳元から聞こえるかと思いましたメンバーの耳そうささやかれてもってちょっと思ったけど、いやそれもいいかもしれないですけどでも今それ、まあ、光にしたり文字にしたりとかやってて、声が出せないけどその気持ちを伝えるマスクどうですかみたいなので、すごい、すごい、もう完成させてた、うん、ドキドキしました、すごい可能性広がる、ね、だからなんかそこのフェーズが一番なんか実はしんどいんじゃないかっていう、うん、なんか配信だと結構思い切ったことできて、でお客さん入ってるけどみんな静かにぼーっと見てるみたいなのが、うん、やる側も結構ね、そうですね、なんかリフレームとかみたいにショーとして見せるプログラムだったら成り立つかもしれないですけど、やっぱ参加型になるライブとなると、うん、なんか妥協案みたいに感じちゃうのは嫌ですよね、だからそこを今、まあ、花江くんとかハードウェアチームはちょっと考えてやってるみたいというか、やってますね、すごい、うん、たくさん話聞きたいです。これ Perfume として今考えてる、ね、うん、プロジェクトとかっていうの、まあ、今の話もそうですけど、シングル曲だけでもいいので、まあ、よく行くじゃないですか、カメラ32台囲まれて撮影するスタジオ、グリーンのところ、あそこでひたすらデータを取りまくり、未来英語を残されていくみたいなのをなんかお金持ちになってやりたいなあ、出資してくれるんですか。そうです、自分のお金でやってくれるんですかあとなんか前にちょっとその Perfume のアバターが生活するあの架空の都市空間みたいなのちょっと Perfume ワールドっていうのをぐるんぐるんのツアーの時にちょっとやってたんですけど、ああいう自分がアバターになってライブに参加するみたいなこととかもね、結構出てくるかなっていう気もするので、うん、なんかねやれたらいいなとかっていう、グレードアップ版、うん、やりたい、ね、とかなんか妄想してはいるんですけど、そういうのがなんか本当にこういう状況になっていろんな試みがあるじゃないですか、そのトラビス・スコットがフォートナイトでライブやってみたいなやつとか、ね、面白かったです、ものすごい数の人が、ね、1200万人とか、すごい話だよね、すごい。のっちはフォートナイトの中で見たって感じですか。いや私はそのプレイしてる動画を見ました、まあ、バーチャルとかそういうのもゲームの中に、ね、登場みたいなのもね、いろんな形がすぐできそう、なんか私たちもいろんなデータがあるじゃないですか、いっぱいありますよ、いっぱいありますよね、いっぱいあるのにまだ取ろうとしてるじゃんね、ね、全曲取ろうとしてるじゃん、お金持ちになったらとか言っていっぱいありますよね、多分世界で一番 3D スキャンをされてるアーティスト、これギネス申請しといた方がいいかもしれないですねどこで申請するんですか、わかんないんですけど、あーでもそうかもね、まあ、いや嬉しいですほんと、次はこれはねリアルで会うことがいつになるかちょっとわかんないですけど、そうですね、楽しみにしています、楽しみにしてます、はい、楽しみです、はい、さて Perfume 新しい映像作品がリリースされるんですよねそうなんですダイトさんたちと一緒に回ったツアー、はい、ライブ DVD& ブルーレイが Perfume S ツアー 2020P-Cubed in Dome、 こちら9月の2日にリリース決定しています、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、これはねすごいやつですね、またねすごいやつです、すごいです何度見てもかっこいい、お願いします、お願いします、あれですね、あの急ぎ会議しましょうね、お願いします、ダイトさん、はい、お願いします、僕も呼んでください呼んでいいならもうすぐ呼びます、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、From the Next Era、 今回は Perfume の皆さんをお迎えしました、ありがとうございました、ありがとうございました。
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.